テンダー機関車とは蒸気機関車の一種で、機関車に炭水車が接続された形式の機関車。炭水車を持たず、機関車本体にタンクや水槽を装備する機関車は、タンク機関車と呼ばれる。テンダー機関車の冷水や石炭の積載容積が多いため、長距離運行に適するのが特徴で、駅間の長い幹線や停車駅の少ない急行列車のように、頻繁に水や、 石炭の補給ができない環境で広く用いられる。しかし一部の種類を除いて、後方視界が悪く、バック運転が難しい上、車両重量も大きいため幹線などの限られた路線でしか使用できない、全長が長く大型の転車台を必要とするなどの欠点もある。また、淡水車の重量はそのまま始重という形で、機関車の足かせとなり、 タンク機関車のように燃料と水を粘着重量として活用することはできない。これを補うため、テンダーにも走り装置を設けるパワーテンダー方式も考案、製造されたが、効果の割に保守に手間がかかり、信頼性が低いため普及しなかった。設計の新しいものの中には、自動タンキを備えるものもある。日本においては、 淡水車の両端が低く設計された C56 型がその一例である。ありがとうございます。